魔界とは呪いや恨みによって死んでいった者たちの思いによって生み出された空間。そこには人型と呼ばれる死した英雄たちが果てない戦いを永遠に繰り広げる。それは地上に降りかかる災いを封印する空間でもあった。その魔界の霊力の均衡が崩れた時、魔界に突然侵攻を開始したのは魔界によって封印されていた冥界であった。冥界軍の侵攻は凄まじく、ついに魔界は陥落し、冥界により封印されてしまう。冥界の混乱から再び魔界の扉を開いた式神、人型、陰陽師たちは激しい戦いの中に身を置くことになる。クロー千姫ら、冥界第一第二帝国はスキピオヌに照準を絞る。ペルセフォネは滝の方に同盟を申し入れ、傷ついたスキピオヌを救った時丸はそのまま冥界第一第二帝国との戦いに巻き込まれる。鶴姫はクローとの戦いを優勢に進めるも、時丸がベルセフォネに倒されてしまう。冥界の戦いに飲み込まれる魔界。冥界激闘編、殺すか死ぬか、第76回魔界ブラックウィドウ、生き残れ。